よくわかる新城後期。上洛寺にて相撲のこと。1570年2月25日、信長は上洛し赤坂へ泊まりました。26日、上洛寺に出て行き滞在しました。3月3日、信長は近江の国中の力士を集めて上洛寺で相撲を取らせてご覧になりました。参加した力士は白西寺の鹿、小鹿、大刀、長門、長子、宮井岩左衛門、河原寺の大使、橋小僧、深尾又次郎、生杖又一郎、青千代右衛門。このほか力自慢の力士たちが我も我もと大勢集まってきました。その時の行事は木の瀬蔵集案でした。生杖又一郎、青千代右衛門が勝ち抜いて、これによって青千と生杖を召し出しました。二人にのし付けの太刀、脇差しを与えました。この日から家臣として召し抱えて相撲の奉行に命じました。二人にとってとても名誉なことでした。また深尾又次郎が面白い相撲を取ってみせたので、信長は感心して衣服を与えました。とてもありがたいことでありました。3月5日、上洛して上京の中井路庵のところに泊まりました。機内隣国の大名たちも上洛し、また三河からは徳川家康が上京し、大変なにぎわいでありました。名物飯をかれるのこと。さて、天下に隠れなき名物で堺の町にある道具の話であります。天王寺屋の津田宗牛の菓子の絵、薬師院の小松島、油屋醤油の麹口、松永久秀の演じ版小図、どれも天下の名品の一品であり、信長は持っておきたいと言って松井勇寛と丹羽長秀を使者にして差し出させました。信長の命令とあれば逆らうことはできませんでしたので、異議申し立てることなく陳情しました。信長はその分の代価として金銀を支払いました。関瀬太夫、本晴太夫、立ち合いにおのおのこと。4月14日、将軍御所の建築が終わり、完成のお祝いとして関瀬太夫と本晴太夫の能の会が開催されました。1番玉の井関瀬、2番三輪脇は小次郎で本晴、3番張良関瀬、4番足狩脇は大倉新造でコンパル、5番松風関瀬、6番もみじ狩り脇は大倉新造コンパル、7番徹関瀬。自由隊は生駒劇と野尻誠介、大川は伊徳高安、大倉トライエ、彦三郎、小鼓は彦右衛門、日吉孫一郎、久次郎、三蔵、太鼓は又次郎、与左衛門、笛は伊藤宗十郎、春日与左衛門、飛騨国師姉が工事頼綱、伊勢国師北畠智則、三河の徳川家康、畠山秋高、一色義道、三好義継、松永久秀、摂家清賀家の人々、機内隣国の大名たちなど多数の者が参加し、晴れがましく見物しました。この席で信長公が官位を昇進してはいかがかという公家からの上意がありましたが、信長はこれを辞退しました。信長はかたじけないことに三婚の作法で杯を受けました。とても名誉なことでありました。越前手筒山、攻め落とせられるのこと。4月20日、信長は京都から直ちに越前へ出陣しました。坂の戸を越えてその日は大津に陣を取りました。21日、高島の田中城に泊まりました。22日、若狭の熊川の松宮清長のところに泊まりました。23日、佐垣の阿波屋勝久のところに着陣し、翌日も滞在しました。25日、越前の敦賀へ軍勢を出しました。信長は駆け回って情勢を見極めて、すぐさま手筒山城へ攻撃を仕掛けました。手筒山城は鉱山にあり、東南に険しくそびえていました。しかし信長はしきりに攻めかかれと下地を下しました。兵士たちは一命を捨てる覚悟を持って粉骨砕身、忠節を尽くし、敵の首を1370打ち取りました。並びに金ヶ崎城には朝倉景常が立てこもっていました。翌日また攻め込み、攻め滅ぼすつもりでありましたが、敵兵は降参して城を退去していきました。引田城の敵兵もこれまた城を明け渡し退去しました。そこには
滝川彦右衛門、山田左衛門之丞の二人を派遣し、城の塀や櫓を破壊させました。木の目峠を越えて越前の中央へ攻め込もうとした時でした。そこへ浅井長政が裏切りました。との伝令が続々と入ってきました。しかし浅井長政は義理の弟で遠戚であり、ましてや北近江一円を任せているのだ、何不自由ないはずだ、誤報であろうと信長は思っていましたところ、その後も続々と事実である旨の報告が続きました。信長は是非に及ばずと言って金ヶ崎城には木下藤吉郎を残し、4月30日朽木を越えて朽木元綱の手引きで京都に撤退することとなりました。そして明智光秀、丹羽長秀二人を若狭へ派遣し、武藤友益から人質を取ってこいと命じました。武藤友益は母親を人質として差し出し、その上武藤友益の城を破却させました。5月6日張旗越えで参上し、信長に報告しました。その間近江の街道の警護として稲葉一徹、稲葉貞道、稲葉彦六の親子3人と斎藤利光を近江の森山の町に置きました。ここで一揆が発生し、へそ村に火の手を挙げて森山の町の南口から一揆勢は焼き討ちをかけてきました。稲葉勢は諸方面を守りながら一揆勢を追い崩し、多数の者を切り捨てました。比類なき働きぶりでありました。信長は京都で大名武将たちの人質を取りまとめて将軍足利義昭に陳情し、天下に大事が起こった際はすぐさま上洛いたしますと申し上げました。5月9日京都を出発しました。滋賀宇佐山の城に森義成を置きました。12日には長原に到着しました。長原には佐久間信盛を置き、長光寺には柴田勝家を置き、安土には中川重政を置きました。このように要所要所の守りの軍勢を配置しました。千草峠にて鉄砲撃ち申すのこと。5月19日信長が岐阜へ向かおうとするところ、浅井長政は鯰江城へ軍勢を入れて市原の一騎勢を先導し、信長の進路を遮ろうとしました。しかし日野の蒲生方秀、伏せの伏せ君康、高津畑の菅秀政の尽力を得ましたので、信長は千草越えで岐阜へ向かうことにしました。そこへ杉谷善寿坊という者が六角義方に頼まれて、千草山中の道筋で鉄砲を構えて容赦なく22、3メートルの距離から信長を二つ玉で狙撃しました。しかし剣道は正しいもので、玉はわずかにかすりましたが難を逃れて、めでたいことに5月21日美濃の岐阜城に帰陣しました。落ち雲合戦のこと。6月4日六角義方親子は近江南部で一騎を先導し、安川方面へ軍勢を出してきました。柴田勝家と佐久間信盛がこれに応戦し、安川に足軽を繰り出して敵を引き寄せて、落ち雲の豪雨で合戦となりました。敵を切り崩し討ち取った首は三雲貞持、三雲重持親子、高野瀬正の神、水原重久、伊賀甲神、屈強な侍たち780人ほどでありました。この勝利で近江南部は平定されたのでした。竹比べ狩安砦のこと。その頃浅井長政は越前の軍勢を呼び入れ、竹比べ狩安の2か所に砦を構えました。一方信長は上略を仕掛けて堀秀村、樋口直房を味方に引き入れて、二人は信長に忠節を誓うこととなりました。6月19日信長は出陣しました。堀秀村、樋口直房が裏切ったことを知って竹比べ狩安の兵たちはたちまち退散しました。竹比べに1日滞在し、6月21日浅井長政の居城小谷城へ攻め込みました。森義成、酒井正久、斎藤利治、市橋長利、佐藤秀方、塚本古代善、桑光晴、丸の長照がひばり山へ登って町を焼き払いました。信長は諸軍勢を引き連れて虎ノ瀬山へ登り、一夜陣を構えました。柴田勝家、佐久間信盛、八谷頼高、木下藤吉郎、丹羽長秀、近江州に命じて村々や谷の隅々まで焼き払いました。6月22日兵を収めて、新狩りに鉄砲隊500丁、お弓の衆30人ほどを加えて、柳田広政、中条家忠、
さっさなりまさの3人に命じました。敵の足軽隊を引きつけて柳田広政は中央から少し左について逃れました。乱れかかって引きつけて押しつをされつ、しばらくの間散々に戦いました。太田孫左衛門は敵の首を取って撤退し、この上ない賞賛をいただきました。2番手にさっさなりまさが敵を引きつけて八荘山の神社後方で戦いが起こり、ここでもさっさなりまさは手柄を立てて撤退しました。3番手は八荘山を下って橋の下で戦い、中将家隆は負傷しました。中将又兵衛は橋の上で戦っているうちに敵もろとも橋から落ちて、堀の底で敵の首を取り、比類なき手柄を立てました。お弓の衆もよく戦い、無事に撤退しました。その日は館の下に野営の陣を張りました。横山城には高坂、三田村、野村直孝が立てこもって戦っていました。6月24日横山城を四方から包囲して、信長は龍ヶ鼻に陣を取りました。徳川家康も出陣して同じく龍ヶ鼻に陣を取りました。姉川合戦のこと。そのような中、朝倉景武が背後を襲って8000の兵を率いて攻め込んできました。小谷城の東に大寄山という東西長い山があり、朝倉軍はこの山に陣取りました。同じく浅井長政の軍勢5000ほどが加わって、合計1万3000の軍勢となりました。6月27日の早朝に陣払いをして撤退したと思いきや、6月28日未明に 3.3km ほど進軍してきました。浅井軍と朝倉軍は姉川を前にして、野村の郷、三田村の両郷に移動して軍勢を二手に分けて構えていました。西の三田村口では一番合戦として徳川家康の軍が攻めかかりました。東は野村の郷に陣取った敵に信長の馬回り衆、美濃三人衆の軍勢が一緒になって攻めかかりました。6月28日午前6時東北へ向かって一戦に及びました。敵も姉川を渡って攻め寄せてきました。押しつをされつ、散々に入り乱れて黒煙を立て、しのぎを削り、唾を割って、あちこちで各々の働きを見せて、ついに敵を追い崩しました。味方が討ち取った敵の首は真柄直孝、この首は青木和重が討ち取りました。前橋新八、前橋新太郎、小林波州拳、魚住龍門寺、黒坂備中、湯気家住、今村氏直、遠藤直常、この首は竹中重則が討ち取りました。かねてからこの首を討ち取ると防御しておりました。浅井歌之助、浅井月之助、加野次郎左衛門、加野三郎兵衛、細江様之助、早崎吉兵衛、このほか主だった者の首1100人余りを討ち取りました。小谷城まで約 5.5km 敵を追撃し、城下に火を放ちました。しかし小谷城は鉱山に構えた要害であったため、一挙に攻め落とすことは困難だと考えました。そこで横山城へ軍勢を進めたので、当然のように横山城の敵方は降参しました。木下藤吉郎を白番として横山城に入れました。その頃沢山城には磯野一正が立てこもっていましたが、7月1日信長は間髪入れずに沢山城に攻め込みました。城を包囲して石垣を縫い巡らせ、東の土屋敷を砦に改造させて、庭長秀を置いておきました。北の山には一橋長俊、南の山には水野信元、西の彦根山には川尻秀隆を置き、地方から包囲して諸方面の通路を封鎖しました。7月6日信長は馬回り衆だけを連れて上洛しました。将軍足利義昭状況を報告し、政務を執り行い、7月8日岐阜に帰還しました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。